はい、国会議員 YouTuber が NHK をでっかーす。令和元年8月の22日、夜中の20時59分であります。まだちょっと国会の中にいるんですが、週刊文春のですね記事で、この記事の中には、N 国立花氏金と女と相打つみたいな、これだけ見るとね、記事の内容はそんなにひどいことを書いてるわけじゃないんですが、もうねいろんな人がやっぱり勘違いをしてですね、詐欺行為の可能性がある、公職いわゆるお金に僕が何らかの、不正があると、詐欺をしたり、その政治資金とか政党助成金を不正に使ってるみたいな、とにかくね僕がお金に何か汚いというか犯罪をしているというか、そういうですね印象を持とうと植え付けようとしている文春さんは許さないので、裁判はしていこうと思ってますが、今のところ橋本徹弁護士からの連絡はありません。別の弁護士さんから連絡をいただきましたので、文春を訴えることについてはもうやります。これはもうやります。で、そんな中ですね、同じ週刊文春の中にこのようにですね、厚生労働省の政務官上野博衆議院議員口利き&暴言音声を公開するということで、この文春の記事読ませていただきましたが、解説をしていきたいと思います。上野博さんという自民党の衆議院議員です。この人もともとみんなの党で当選をされて、参議院でみんなの党で当選されたと記憶しています。2010年にみんなの党で当選をしてですね、みんなの党を辞めて橋本さんが作った日本維新の会にですね、入った方ですね。5人以内と政党要件を満たせないということで、この上野さん、みんなの党を裏切って維新に行ったと。僕はこの人が維新に行った時のパーティーですね、日本維新の会の設立パーティーにも僕実はパーティー券10枚20万円分買って行ったんですけどね、大阪の中之島にあるホテル、一番いいホテルです、大阪中之島のあるなんだ、リーガドヤホテルに、行った時に姿を見た、これ喋ってはないですけど姿を見た人ですけどね、その後次世代の党に行って、維新がね2つに分かれて次世代の党に行って、次世代の党から立候補せずに無所属で立候補して落選、しばらく落選をしてたんですが、前回の衆議院選挙でなんと南関東ブロックね、この方が北関東の群馬の地盤を持っている方なんですけどね、義理のお父さんが参議院だったんですが、いわゆる奥さんのお父さんですね。で自民党にその後無所属、みんなの党、維新の会、次世代の党、そして無所属で今自民党と。でなぜか南関東ブロックの、選挙区を持たない人なので、南関東ブロックの、8番目のギリギリ当選の方ですね。でそもそも僕これちょっと気になるのは、そういうね選挙でギリギリ当選した方、しかも自民党にずっといた人でもない人をどうして厚生省の政務官にするのか。政務官っていうのは行政側の人間です。僕いつもよく言ってますよね、三権分立って言って、この方は衆議院議員の中で厚生労働省の政務官、政務官というのは大体2人いるのかな、3人いるかもわからないですけど、厚生労働大臣が1人、これ大臣は1人です。で副大臣が大体1人とか2人いて、その下に政務官がいるんですね。だから政治家の中から、国会議員の中から数少ない行政側にいる人なんです。僕とはちょっとだから立場が違って、僕らも圧倒的に偉い、行政側にいるというんです。厚生労働省というところの行政機関の上から3番目ぐらいに偉い人っていうことになるんですね。でその人が、A さんという秘書、これ政策秘書になるんですが、パワハラをしていたという音声テープ、録音ですね、スマホで撮ったパワハラの音声や、
で、あと犯罪に値するような斡旋利得処罰法というですね、まあ斡旋利得罪とか、場合によっては詐欺罪とか詐欺未遂罪に当たるようなことを、まあこの A 秘書がやらされようとしたので、まあこの方は録音をしたまま今年の6月にこの秘書はもう辞めたそうです。ですから元秘書になりますかね。で、この元秘書の方が、国会の関係者、ちょっと誰か分かりませんが、X さんという人に、この音声テープを、まあ、持ち込んで渡して、X さんが、週刊文春ね、僕が今ぶっ壊そうとしている、この週刊文春に、情報を持っていったと。まあ、こういう流れです。で、この情報の内容というのは何かっていうと、この上野政務官が、N さんという女性が経営している会社を通じてですね、ネオキャリアという派遣会社の社長さんと、まあ、を紹介した。で、このネオキャリアと N 氏さんは、まあ、コンサルティング契約をしていると。まあ、こういう関係ですね。で、このネオキャリアっていう会社は派遣会社で、外国人を飲食店とかドラッグストアに派遣すると。いう仕事もやっていると。で、数十万円って書いてますけど、まあ20万円とか30万円とか一人外国人を紹介するとね、紹介料がもらえると。で、その外国人を紹介させるためには、法務省というところがですね、まあ各地の、ま、窓口があるんですが、在留資格認定証明書っていうのを出さなきゃいけないです。要は、まあタイとかベトナムとか、まあいろんなところありますよね。今、どんなところが書いてるのかな、ちょっと今ごめんなさい、ちょっと一応外国のところ、あ、これですね、台湾、韓国、ベトナムなど彼らの国籍が並びていますね。台湾、韓国、ベトナム人をですね、この飲食店に派遣するためには、この在留資格認定証明書っていうのがないとですね、このネオキャリアというところは外国人を、この外国人にはちゃんと日本で、在留資格がありますよっていうのを出さないと、まあ、派遣できない。で、そういう外国人を紹介すると数十万円、20万円とかもらえてると。まあ、こういうことなんですね。で、それに対して、この上野さんっていう、まあ、上野政務官はですね、ここから、この法務省に書類を送ってですね、で、この法務省がこれを認定するわけなんですけども、この認定をですね、通らない人もいるので、この上野さんがここに、法務省に働きかけて、いわゆる書類を送るわけですね。このネオキャリアというところから N 氏に行って、で、ここからここに来て、で、ここの事務所が法務省にファックスを送って、という斡旋をどうもしてたようなんですね。斡旋というか、そういうあのリストを送ってたと。で、すでに、まあ、リストはすでにこのね、黒塗りでね、文春が載せてますけども、まあ、外国人が働けるように、例えば政治家が法務省というところにですね、働きかけをしてですね、でそれで、認定された人を1人につき、2万円もらおうと。でしかも早く、できるだけ早くしないと、まあ、早くすればするほど儲かるから、ここは早くその認定書が欲しい、在留資格の認定書が欲しい。でこの人は俺は早くする力があるんだよということを匂わせたのかどうかわかりませんが、早くしたから2万円ちょうだいと。で1人につき2万円もらって、これリストには100 200人弱のリストがありますけども、200万から400万ぐらいもらって、この2万円をなんと自民党の党費に充てるんだということをこの音声では言っているそうです。まあね、この、まあ、記事が事実かどうか僕は分かりません。まあただこれだけね、まあ一番事実かというと、録音があることがね、ここのね、録音ですよ。音声。これがあることは、まあ相当決定的なのかなと思いますけども、まあいずれにしても、上野議員、上野博史
衆議院議員、まあ、厚生労働政務官、これね、事実じゃないであれば、文春訴えなきゃいけませんよ、週刊文春。僕が、同じね、同じページじゃないけど、同じ号で書かれてるでしょ、このようにね。で、これは、僕は訴えますから、民事裁判で、名誉毀損で。ということは、上野宏議員も別に訴えるかどうかは、上野衆議院議員の、まあ、自由ですけども、これ、ここまで名誉毀損されるようなことを書かれててですね、いわゆる、斡旋利得罪や、もしくは詐欺罪。こんなのね、法務省の、あれの、なんだろうな、法務省の、が悪くないっていうか、潔白を証明するために言っときますけど、こんなのね、国会議員や政務官が働きかけたからって言って、法務省が通りもしない人、資格のない人を資格ありってような証明書を出すことは、今の時代ではありえないです。この人たちの首が飛ぶから。ここの職員の首が飛ぶっていうか、そんなはありえないので、どうもこの記事の中見てると、なんか郵便で送るみたいですね。これ、認定書。合格か不合格かとか、まあ、いわゆる、証明が、いわゆる、丸なのか、罰なのか、OK なのか、NG なのかについて、こっから、ここにね、ネオキャリアに、郵便で送るんですって。で、郵便で送ると、1日2日かかるじゃないですか。で、国会議員の、まあ、陳情ということで、こういうのを通してくれと、まあ、そう教えているから、この郵送する日の朝に、法務省から、この上野議員の方に、電話で、A さんは丸、B さんは×みたいなことを、まあ、教えることがあるということは文書の中には書いてますけどね。まあまあ、とにかくこの件、法務省は全然悪くないって言います。法務省は全く悪くないですね。で、この A さんという秘書ももちろん悪くないです。これ、何を告発としただけです、ね。パワハラを受けてるとか、この上野議員に、斡旋利得罪をさせられようとしたので、でま、かつ、その、勝手にね、この法務省が電話をした、この秘書に電話をしてきたものを、勝手にネオキャリアに、誰が OK で誰がダメっていうのを言ったことによって、まあ、上野さん、上野議員から、なんか26万円払えとかっていうわけのわからへん請求をされてる、まあ、被害者です。この、何度も言いますが、この記事が正しければですよ。週刊文春が正しければなんですが、まあ、いずれにしてもね、上野議員、濡れ衣だったら濡れ衣としてですね、訴えるべきだと思いますし、僕の YouTube のこのプラットフォーム貸しますから、上野議員は、文春の記事に対して、やっぱり不満があるということであれば、僕のこの YouTube のチャンネルを使っていただくか、文春を訴えると。まあ、このまま黙ってるのが一番、まずいと思います。で、このまま、黙ってるようであれば、これ大きな、もうすごい大きなニュースっていうか、大事件ですからね。こんなことはもう当然やっちゃダメなことですからね。国会議員がお金を儲けるために法務省に圧力をかけるということは、もう当然ダメダメです。金額が2万円で安いからといって、まあ、総額200万ぐらいですけどね。まあ、ただもう、金額が安すぎるので、本当にそんなことしてるのっていうのはすごい僕は、ハテナマークですね。もしそんなことをしてたんだったら、この上野さんって相当バカですよ。たかが200万ぐらいのことでこんなことをしてる。で、もちろん逆に言えば、こんなことするわけないじゃん、普通の感覚の人は。普通の感覚というか、国会議員に当選するようなレベルの頭を持ってる人であれば、この記事はどう考えてもおかしいので、パワハラの音声も含めて、まあ、捏造されたものではないかというように思います。この件は僕はだから文春が正しいとは全然思わないので、ぜひね、このなんか、ゴミ箱を壊したとか、椅子を壊したみたいな、そういう写真まで出てますから、ぜひね、上野議員は僕の YouTube で反論するなり、一緒にね、一緒にというか、まあ、文春を訴えるなりしてください。以上です。国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。